今回は日本の子どもに関する話題からです。歴史を遡ると、保育園・保育所はウェールズ人ロバート・オーウェンによりスコットランドにて産業革命期の1816年に作られた幼児学校が始まりと言われています。幼稚園は1840年にドイツ人フリードリヒ・フレーベルによって始められました。世界最初の幼稚園、一般ドイツ幼稚園を設立し、小学校に上がる前の幼児のための学校と位置づけました。保育園はその始まりから働く親を助けて子どもの心身を健やかにするために発足し、幼稚園はカリキュラムを持った幼児学校として発足したと考えられています。では日本の始まりはどうなのでしょうか。保育園の始まりは1887年、明治20年のことで、母親が仕事をしている間に子どもの面倒を見る施設として、当時は簡易的な幼稚園という位置づけで誕生しました。一方、幼稚園は1875年明治8年に幼児保育施設から始まり、翌年には東京女子師範学校附属幼稚園、現在のお茶の水女子大学附属幼稚園が幼稚園と名乗り、その後数年をかけ幼稚園は全国に広まっていきました。現在幼稚園は全国に約1万、保育園は約2万3000存在し、幼稚園は減少、保育園は増加傾向がここ数年続いているそうです。今回ご紹介する動画は海外のネット上で話題になっているもので、日本の園児が通園バスに乗車する様子が収められています。私たち日本人が見るととても可愛らしく日常的な光景なのですが、外国人が感銘を受けているのが園児の規律とその礼儀正しさです。ちゃんと挨拶をし、親御さんから離れて通園する姿が彼らからすると特別なものに映るようで、絶賛の声や日本での体験談などが寄せられていました。特にイタリア人のコメントが興味深かったです。その一部をご紹介します。ご覧ください。日本で暮らしてた頃を思い出した。ちょうど家の近くが通学路になってたんだけど、どの子もすごく礼儀正しいのが印象的だった。子供たちは私たちの姿を見かけると必ずおはようございますって挨拶してくれるの。俺たちの国の子供たちと比較されてしまうな。新婚旅行で日本に行っている時に、日本人の赤ちゃんを養子に迎えたいってずっと旦那に言い続けてた。日本の子供たちの礼儀正しさを見ちゃうとね。日本の子供たちがしっかりしてるのは生まれながらじゃなくて教育の成果だよ。もちろん文化の影響だってある。イタリア人の両親にイタリア式で育てられたら結局はイタリア人になるんだよ。これは私の個人的な考えかもしれないけど、日本旅行中にポケットからお金を落としちゃった時に、それを拾った女の子が走って届けてくれたの。あの時は本当に感動した。日本だと子供が横断歩道のそばにいる時に緊急車両が近づくと、近くで子供たちの安全を見守っている大人が緊急車両を優先させるように指導するんだ。これはプロトコルみたいなものだね。アメリカではそういうことは絶対に起きない。日本の文化は本当にアメージングだよ。日本の社会システムと国民の民度は最高レベル。だからそういうことが可能になるんだ。この女の子よりももっと小さい子供たちが東京で地下鉄に乗ってるのを見たよ。はじめはどういう状況なのか理解できなくて同伴してる大人を探しちゃったもん。でも後になって一人で学校に通ってることを理解したの。超巨大都市なのにそれだけ安全ってことだよね。本当に日本人は異世界の住人だと思う。文化もメンタリティも私たちとは全く違う。以前にその点について日本のママに聞いたことがあって、彼女は私の質問に一瞬笑ってから答えてくれた。実際には一人じゃないの。通行人が子供たちを見守ってくれてるから、何かあったら必ず助けてくれるってね。大都市を女の子一人で移動させるなんてローマだったら絶対にできないね。恐ろしい結末しか想像できない。日本は別の銀河にある。生き方、考え方、教育、敬意、何から何まで私たちの国とは違う。だけど日本人にとっては普通のことなんだろうね。日本の子供たちの独立心はすごいよね。学校に通い始める年齢にはすでにしっかりしてるもん。美しい文化に礼儀正しい国民、敬意やマナーは小さい頃に育まれるものなんだね。この映像はその証拠だ。日本はある意味世界一進んだ国だろうね。日本にだって当然欠点はあるだろうけど、世界が見習うべき点が多いよ。
動画の内容がいいと思った方は高評価、チャンネル登録していただくとさらに嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。